ではこれより信州大学信州衛生研究会によりますプレゼンテーションコーナーを行います。よろしくお願いいたします。皆さんおはようございます信州大学中島です。今日はこのようなタイトルで、ちょっとお話したいと思います。で、この衛星の名称ですけども可視光通信実験衛星と申しまして新大サット、まあ、信州大学サテライト信州ユニバーシティサテライトですねという名称で、それから愛称を実は現在募集中でありまして今月末まで行っておりますので、この展示ブースでも応募箱がありますからぜひ皆さんもご協力をお願いしたいと思います。で、まあ、この一応愛称募集ですけどもちょっと PR させていただきますけど募集の中からこの衛星に適した名前を付けていただきまして、その名前を付けていただいた、方を全員を、のお名前を金属面板に刻みまして、それを衛星にと一緒に乗せて宇宙に打ち上げるということを企画しております。よろしくお願いいたします。さて、この可視光通信実験衛星ですけれども今日ちょっとお話しする内容としましては、まあ、そもそも、アイノル衛星ということで打ち上げます。でアイノル小型衛星とはどういうものかという話ですね。それからじゃあなぜ信州大学で衛星を開発しているのかということ、それからそのミッションである LED 可視光通信とはどういうものか、それで、じゃあ それを実現するための信大衛星の概要、それからこの衛星は信大だけで単独でやるものではありませんで県内企業さんと連携して行っておりますけど、そのお話をしたいと思います。そして最後に衛星の運用という話で進めていきたいと思います。でこのアイノル小型衛星なんですけども、まあ、日本で今打ち上げられている、ロケットは4番目5番目の H2A、H2B ですね。でこれで、まあ、衛星がどんどんロケットがどんどん大型化しておりまして、まあ、衛星を打ち上げているわけですけれども打ち上げ能力が十分にありますので、空きスペースがあると、でその空いているところを、まあ、利用すると、まあ、これは大型トラックに荷物をたくさん乗せてさらにもっと、小さな荷物に乗せることができるという、まあ、そういう理屈なんですけども、で我が国の最初のアイノル衛星というのは、この、2番目の H1 ロケットですね。これは1段目がアメリカのロケットで2段目が国産のロケットで、で3番目の H2 になって全て 100% 国産になったわけですけども、とにかくその、2番目にあります H1 ロケットの、試験機1号機で初めて我が国のアイノル衛星というのは打ち上げられました。でこの時のアイノルがこれがアマチュア衛星ですね。日本で最初のアマチュア衛星、それから、ここにありますのが、私のところで開発しました私が今の JAXA ですけども、その時は航空宇宙技術研究所と言っておりましたけど、まあ、そこに、30数年間勤務したわけですけども、まあ、そこで、いろいろな技術開発を行っている中で早く宇宙実証をしたいと、ところが国の計画を待っていますといつまでもできないということで、自前でそういう機械を捉えて、まあ、衛星を開発して打ち上げるということを、まあ、やってきたわけですけども、まあ、それが一つはアマチュア連盟が自分で衛星を寄付を募集して衛星を作ったアマチュア衛星ですね。それからこれが、まあ、技術開発で、人工衛星の生成用の、装置を開発していたんですけども、まあ、これを自前で実証するというそういう技術実証の場としてこのアイノル打ち上げというのは行われてきたわけです。それから2番目のアイノル打ち上げが、まあ、4年後のやはり H1 ロケットで、これが地球観測衛星ですと、そこに2つの衛星ですね、これアマチュア衛星の2号と、これがオリズルというやはり、50キロの衛星ですけど、これも私たちの方で、まあ、開発したものです。で、まあ、このような形でその、まあ、小型衛星アイノル小型衛星の優位というのが20年ほど前から言われておりまして、現在もそのトレンドで来ているわけなんですけれども、ともかく大型衛星、まあ、1トン以上の大型衛星になりますと非常に開発期間が長いと、お金もかかると一気に100億円から200億円ですね。それで何か故障があるとそれが全てダメになってしまうというようなリスクが非常に大きくなってくると、
それから開発期間が長いということはそのまま5年10年という期間がかかりますので、まあ、時代遅れになってしまうという問題があったんです。で、まあ、技術革新によって機器の小型軽量化が進んでおりますので、まあ、衛星の小型軽量化もできますし、まあ、それによって開発期間の短縮、それからまあ小型にしてたくさんの衛星を打ち上げて、実験を行うミッションを達成するという分散化ですね。これはリスクの分散ということですけど、まあ、そういうことでこの相乗り小型衛星というのが非常に注目を浴びてきました。で、我が国の相乗り衛星の打ち上げ実績が、まあ、これが全てですけども、これが2分の1で、まあ、最初の86名の H1 ロケットによるもの、それから H2 ですね、それから H2A で、これまでの大体50キロくらいの小型衛星が、まあ、相乗りで打ち上げられました。で、その後一つここで、2000年に入って、傾向が一つ変わりまして、これは今度は大学が独自で、学生と一緒に手作りの衛星を作るという機運が盛り上がってきました。で、これがその東大東工大の衛星でして、これはキューブサットという10センチの非常に小さな衛星ですね。これが開始されてきました。で、この時はまだ日本のロケットでこういうちっちゃな衛星を打ち上げる機会が与えられませんので、ロシアのロケットで打ち上げるということをやってきたわけです。で、それがその経過がずっと続きまして、まあ、東大、東工大、日本大学、それから北海道工業大学等の衛星が、まあ、日本のロケット、あるいはインドのロケットですね、そういうものを使って打ち上げられるようになってきました。で、その後2000年後半、10年前になりまして、H2A をより積極的に相乗り打ち上げに利用するということが JAXA の方で、方向が示されまして、で、その一番最初が、まあ、2009年の、イブキという衛星で打ち上げられた、7機の相乗り小型衛星ですね。これは、まあ、やはり10センチ級のものから50センチ級のものまで、さまざまな超小型衛星が、まあ、たくさん打ち上げられて、大学、それからメーカー、まあ、これはソランという、松本に支社がある会社ですけど、まあ、そういう衛星も打ち上げられてきたわけです。で、その後、暁2010年によって、まあ、やはりまたこのように大学の衛星が打ち上げられてきたわけですね。で、ここに、まあ、2013年度に信州大学を含めた、7つの衛星が今度は打ち上げられるということになってきたわけです。で、信州大学における、まあ、衛星開発ということなんですけども、まあ、これは一つのきっかけは寄付口座の開設がありました。これは平成20年4月から5年間の期間、玉川聖輝様、それから萩本会長様のご寄付によって大学に寄付いただきまして、そこでモバイル専用講座というのができました。で、まあ、その中で、まあ、人材育成が主ですけど、まあ、その中で、記念講演でも、まあ、東工大の松永先生が新大衛星開発に挑戦してくださいという、ことを言っていただきました。で、その後、まあ、これ2年ほど前の1月元旦の新米の記事ですけど、まあ、衛星開発にいろいろスタートしたということになります。で、このモバイル専用講座は信州大学は長野、上田、松本、それから稲井にキャンパスがあるわけですけど、まあ、飯田地区にも欲しいということで、まあ、これは寄付によりまして、ここに飯田サテライトできました。で、その中で、まあ、講義室を設けて主に社会人大学院の学生を主に講義を行っておりまして、まあ、これは航空宇宙関連の事業を主なものとしています。で、これは長野の若里でもテレビ会議システムで同時に事業を受けて単位を取るという、まあ、公民、それから人材育成ですねを行ってきたわけです。で、その後、まあ、技術蓄積とか、まあ、育成ですけども、まあ、民間が開発する衛星の一部分を信州大学等が担当して実務経験を積んできた。それから、まあ、教員の方も、私の他に、まあ、東大ので超小型衛星を開発した佐藤、准教授、それから、JAXA で、技術実証衛星センター長であった橋本裕樹講師と一緒になって学生、それから民間企業さんの、指導育成を、まあ、行ってきたわけです。で、その中で、まあ、2010年に開催されました衛星設計コンテストでも、新大衛星
が、まあ、電子情報通信学会賞を受賞したという経緯をたどっております。で現在信州大学では、まあ、3つの高体制を提案してきました。で一つが50センチ級の、まあ、コモレビという、これは森林観測衛星、それから、キューブサットクラスのものですね、10センチ、10センチ、2センチの非常に小さな衛星、これは可視光通信実験衛星ですけど、これの提案、それから、まあ、今回来年の打ち上げが決まりました40センチ級の可視光通信実験衛星ですね、こういう提案をしてまいりまして、現在、この下のこの衛星を、まあ、開発しているという段階であります。でこれが採択が、昨年の12月に、決まりまして、まあ、記者会見をさせていただいたわけですけども、この時に打ち上げられる衛星が全部で7機あります。で、信州大学の衛星、これが、この当時は30センチの20キロですけど、現在は、40センチの35キロという大きさに、拡張してあります。でその他の大学は香川大の20キロぐらいの衛星、それから帝京大学のやはり20キロぐらいの衛星ですけれども、それとあと4つの大学ですね、鹿児島大学、それから多摩美術大学、それから大阪府立大学、それから筑波大学、これはこの4つは10センチのキューブサットです。ですからこの7つが同時に打ち上げられますけれども、まあ、その中で信州大学の衛星が一番大きな衛星であるということが言えます。でまあ、可視光通信実通信とはどういうものかということなんですけれども、現在、まあ、いわゆる私たちの生活の中の、まあ、照明というのは蛍光灯から、まあ、寿命が長くて消費電力の少ない LED に急速に普及しております。でこの LED というのはいわゆる静電容量が非常に小さいということで高速変調点滅ができるわけですね。でこれを、まあ、高速に変調して情報を送るということが、できるということで、まあ、これを通信分野に使うということが日本でも10年ぐらい前から開発が進められてきました。で、まあ、主に地上用のもので、特に近距離でデータを高速で送るということを主にしてきたわけですけれども、信州大学ではこれを超長距離にで宇宙通信に使えないかということを検討してきまして、でこれを実証するための、まあ、可視光通信実験衛星というものを提案しているわけです。でまあ、この通信技術が実現しますと、どういうことがメリットがあるかということなんですけれども、現在の衛星は電波使われておりまして、特に大学の衛星ですと、VHF、UHF の、まあ、アマチュア無線帯ですね、それが使われているわけですけど、これは非常に最近混雑してきていると。それからそもそもこの無線局を使うためには電波申請が必要でして、これが 2,3 年を要するというようなことになっております。でその超小型衛星の一つの大きなメリットというのは、要は1年とか2年ぐらいで衛星を開発して打ち上げて技術実証を行うということが、主体になっているわけですけれども、そうすると無線局の申請をするだけでその時間がかかってしまうということで、新しい実証を早期に行うことができないという事態がかなり前から言われてきているわけですね。で私どもではまずは可視光ですね、360から830ナノメーター、まあ、全域を使いまして、一応目に見える光で、まあ、通信を行うということをやってきました、を計画しております。で、まあ、これはそういう申請が必要でないということと、まあ、電磁ノイズを出さないということで、これは他の機器への影響がないとか、まあ、特に、地上においても病院等で、まあ、こういう通信が使えるものと思われます。それから指向性があって、更新が起きにくいと言います。まあ、いわゆるこの光が見えるところだけが通信して、見えないところはできないと。ですから隣の部屋で、まあ、盗聴するということは、まあ、基本的にできないというような、そういう、まあ、セキュリティの問題もあるかと思います。それから LED は、まあ、低消費電力で非常に長寿命であるという特徴を持っております。で、まあ、こういう LED というのは、まあ、それから私たちも学生においても、まあ、非常に扱いやすいということで、まあ、それを、まあ、衛星に利用することを考えてきたわけです。まあ、とこの新しい通信技術を、実証しますと、その世界的な電波の、混雑解消にも役立ちますし、それから、まあ、衛星開発技を非常に短期間ですることができるということが、まあ、言えるかと思います。で、これが概要ですけれども、まあ、40センチ
で下が5センチほど衛星ロケットとの分離分、まあ、衛星フレームというのがついております。で周りは CFRP のパネルで、ここに太陽電池ガーレム層、を貼り付けてあります。で地球指向面はこの面でありまして、ここに、32個の凹面鏡と32個の LED が付けてありまして、これが光ると、まあ、地上においても冷凍性ぐらいの非常に明るく見ることができます。それからこれはあの受信用の光学計で、これは地上からの光をここで受信しまし、受光しまして、そこで、コマンド情報を得ると同時に地球の地上局の方向を、方向を決めるという役割を持っております。それから、まあ、これがミッションということの可視光通信ですけども、それ以外に衛星との、無線のやり取り、一応この電波も使いまして、アマチュアバンドを使うアンテナがついております。で、最近その国際電波調整の審査がやっと終わりまして、無事、取得することができまして、これからあの、地上局等のを設置する、準備を進めております。で、まあこの、衛星交代はあのこういうフレームがありまして、そこに中にイゲタのパネルを作りまして、そこに、まあ、機器を搭載するというこのような構造になっておりまして、これはすでに振動試験も済んで、その、十分な強度を得ているということを確認しております。それから、まあ、これはあの姿勢制御も三軸制御方式という、まああの一番、まあ、高級な方式を使っておりますけれども、まあ、あの経費を安くするということで、いろいろ、まあ、あの使うセンサーは磁気センサーと、あの安いセンサーを使って、まあ、全体の経費を抑えるということを考えております。で可視光通信ですけども、あのまず衛星から地上に光を送るのと、地上から衛星に光を出すという2つがありまして、衛星から地上の方にはいわゆるダウンリンクで衛星の情報をあの地上に送るということで、これが先ほどの32個の LED を、地上局に向けます。で地上の望遠鏡はこれをトラッキングしながら受光すると。それから地上からのアップリンクですけれども、これは情報を載せた光を衛星に向けて照射します。でこれはあの衛星が軌道上動いてますから、あの望遠鏡も制御しながら衛星の方向に、まあ、光を放すということで、特にあのこちらの方は非常にあの受光素子が非常に小さな、現在、80ミリぐらいの口径のレンズですので、非常に強力な光を出す必要があります。でまずこの開発体制ですけども、まあ、全体のプロジェクトをまとめまして、まあ、開発部門、研究部門、それからそれを支援していただく信州衛星研究会というものを作りました。で、まあ、この信州衛星研究会は、今日現在で県外含めて25社の参加をいただいておりまして、実際に開発する機器の開発等はこの企業さんの技術を生かしまして、作り上げております。それから、まあ、研究的な部門は去年までは交換主体でいろいろ研究して、その成果を生かしてものづくりをするというような形を取ってきております。で現在の25社の信州衛星研究会メンバー、それから、まあ、これは法人ですね、あと個人の会員もたくさんおるわけですけれども、それから協力機関が、何社かあります。で、まあ、一応県内にこのような形で散らばっておりまして、まあ、萩生田鉄工さん、それから、まあ、今度は飯田地区の方ですね、あ上田地区の方ですけれども、丸石武石次世代産業創出研究所第一さん、それから丸山電子工業さん、マイクロストーンさん、綿谷製作所さん、小宮山土木さんが、このグループですね。それから、まあ、松本塩尻地区ですけれども、綿谷製作所さん、それから長野銀行さん、それから大和さん、信州吉野電機さん、ユニコンさん、東洋さん、それからこの諏訪地区ですけど、諏訪岡谷地区ですけど、西山精密板金さん、インダストリーネットワークさん、ライトコーク製作所さん、太陽工業さん、京進さん、諏訪東京理科大学さんにご協力いただいております。それから飯田地区ですけども、コアさん、川真電源製作所さん、それから玉川製機さん、飯田航空宇宙プロジェクト、
それから、まあ、県外企業としまして、アートさんにテクノロジーさんとリボックさんにご参加いただいております。これは主にあの可視光通信の方をご担当いただいております。それから、まあ、協力機関としまして、テクノ財団さん、それから工業技術センターさん、まあ、あのそれから TIS さん、それから飯田 UMC センターさんですね。それから、まあ、県外としまして、日夜科学工業さん、これは LED を無償で提供していただいております。それからアンテナファーストコムさんは、リチウムイオン電池を無償で提供していただくと。それから光通信に関しましては、NICT さんがあの、レーザー通信を行っておりますので、ミーティングと一緒にさせていただいております。まあ、このような形で、県内の多くの企業さんと一緒に開発しているということで、まあ、この信州衛星研究会は今回の信頼衛星の開発だけでなくて、将来の航空宇宙産業に関する情報交換の行う場でもありますので、皆さんにもぜひ新たにご参加いただければと思っております。で、まあ、信頼衛星に関しましてはいろいろなあのサブシステムがありまして、まあ、水線系ですと玉川正義さんとか、それから、まあ中央制御ボード、搭載コンピューター関連は、まあ、中央制御ボードのコアさん、それからミッション専用ボードマリモ電子工業さんとか、 LED 関連に関しましてアウトサンジさん、ライトコークさん、東洋さん、それからレボックスさん、飯田航空宇宙プロジェクト等にご協力いただいておりまして、電源系は我が製作所さんに作っていただいております。それから、まあ、構造系に関しましては羽田鉄工さん、飯田航空宇宙プロジェクトさん、太陽工業さん、京進さん、ユニコンさん、それから、まあ、その他あのこれからいろんな企業を作っていかなければいけませんけど、まあ、このような企業さんにそれぞれご協力いただくということで考えております。あと、打ち上げに当たっての運用等に関しましては長野銀行さんにご協力いただくということで、現在、調整させていただいておりますし、あと無線の方では TIS さんがバックアップ局として、ご協力いただくようになっております。で、まあ、一つあの LED ですけども、まあ、このような35ミリの凹面鏡の焦点に LED ですね、これは 3.5 ミリ角で発光部分は1ミリ角ですけども、まあ、これを、焦点に出して、まあ、大体5、6度ぐらいの照射角にして、ある程度地上で広まりを持たせて受光できるような形にしております。で、この合計の、高速ですね、が9600ルーメン、約1万ルーメンです。で、この1万ルーメンというのはどのくらいかと言いますと、例えば今あの家電製品で売られてます、まあ、12畳用ぐらいのシーリングライトがだいたい5000ルーメンぐらい、100ワット5000ルーメンなんですね。で、これがまあ2個分での明るさを、まあ、あの集光して、地上に向けますと高度400キロからでも冷凍性ぐらいの明るさに見えるということになります。それからあの、まあ、老眼 LED というものが衛星の4面についておりまして、これは衛星の姿勢が、制限がうまくできないとか、あるいは最初に衛星を捕捉するときにこれを光らせておいて、地上から観測して衛星を見つけるというようなことに使うということで考えております。それから、まあ、LED がどのくらい見えるかということなんですけど、これはあの10キロの距離から見た風景でして、あの、まあ下が昼間の風景で、これがあの、先ほど玉川正義さんのモバイル線講座のある教室ですけどの部分ですけど、まあ、このグラウンドに LED をセットしました。で、実況先から、見たわけですけど、夜景がまあこのような形でちょっと見えにくいんですけども、ここにまああるのは金星ですね、まあ、これは少し夕方の、まあ、暗くなって西に進んでますから明るさが、まあ冷凍性からマイナス1等星ぐらいなんですけど、まあ、この中で飯田の町の明かりの中で、ちょっと明るく見えますっていうか、まあ、この部分ですけども、ここに、2.5W の LED を光らせたものですね、これがその部分で、ちょっと拡大しますと、まあ、これで、まあ、たった 2.5W ですけども非常に明るく見えるわけですね。これはまあその指向性があるからということなんですけども、で、これを例えば250分の1の露出にしますと、街灯がほとんど消えても LED だけがちゃんと見えるということで、まあ、あの10キロ先でも十分な明るさですから、まあ、一応これから逆算しまして、まあ、32個の約100ワットですけど、これを400キロから見ても十分な明るさになるということが言えるかと思います。で、
大体冷凍水ぐらいの明るさで400キロの距離から見ますと大体40キロぐらいのフットプリントといいますか、地上がこの領域がある程度の明るさで見えるということを意味しております。で、衛星から地球を見た場合これは3万6000キロの静止軌道ですね。これが1万6000キロで、GPS が飛んでる軌道、それから8000キロ、4000キロ、2000キロというのは衛星はほとんどありません。で、1000キロ以下からだいたい衛星がまた増えてくるわけですけれども、宇宙ステーションがこれからちょっと下の300キロか400キロですね。で、300キロぐらいになりますと、このようなイメージで、このイベントホールを中心にしますと、千葉地区を中心にしますと、さっきの40キロ圏っていうのはだいたいこの領域になりますから、衛星をこの諏訪地区、このイベントホールに向けて姿勢制御しますと、諏訪地区全域が可視光通信の領域になるということが言えるわけです。で、実際は40キロの広がりがありまして、長野若里に局を設けますけれども、で、65度の軌道傾斜角でありますから、衛星はこのような形で軌道を通ります。そうすると、ここもギリギリ入りますけど、現実的には、この固定局の他に、移動局を作りたいと思っております。これは長野銀行さんと共同で現在検討しておりますけれども、そうしますと あらゆる場所にこれは移動できますので、そのイベント会場に行きまして、そこで、衛星からの光を受けるということを計画しております。で、2つほどモードがありまして、1つは非常に明るい光を出して、それを高速で変調してデータを送ると同時にモールス信号ですね、これはモールス信号で点滅すると、そうしますと地上からも光の点滅が見えまして、子どもたちが、集まったところにそのモールス信号で信号を送ると、自分たちのメッセージを読み取ることができるということで、そのようなことも、検討しております。で、これを通して宇宙に対しての、興味を持っていただくというようなことになろうかと思います。で、軌道は65度ですから、こちらからこちらへ行く軌道と、それから今度は上から下に来る、こういう軌道がありますから、その軌道に応じて、通信実験を行うことを考えております。で、そのために、長野県だけでなくて全国その可視光通信実験実験装置は北海道、それから富山、それから岡山等に、それから東京ですね、に施設がありますので、こういう施設も利用しながら行うということで現在調整を取っております。それから、この可視光通信実験室の広がりなんですけども、あらゆる分野に応用ができるかと思っております。で、今回はこの衛星地上間という実験をまず行いますけども、将来的には衛星間の通信ですね、特に小型衛星のように必ずしも非常に高精度で姿勢制御しなくても通信ができる手段として、この可視光通信というのを使いたいというふうに検討しております。それから現在地上におきましても、特に水中における通信が今までできなかったんですけども、これが可視光で普通に会話ができるということで 2,3 年前から特に活発に開発されておりますし、東大から可視光通信で情報を送るとそれが見えるところが全て情報を得ることができるわけですね。それからあとこういう小型な海中伝統方式でも、今度はパーソナルトゥーパーソナルで通信ができるということが考えられます。で、このような形で、信州大学では、県内企業さんと協力して、この衛星開発を行っているということであります。で、最後に一つだけちょっと述べておきたいのは、私もJAXA にいて10年間ほどこの宇宙ゴムという問題をやってきました。今までのように衛星がたくさんあるんですけども、その後どうなるかということですね。で、これを常に念頭に置かなければいけないということです。これは地球の低軌道に取り巻く人工衛星とその破片、それからこれが静止軌道ですね。で、その周りにあるたくさんの、衛星で、この 90% はすでに運用を終えたいわゆるゴミなんですね。で、結局打ち上げた人工衛星というのは最後はゴミになってしまうという問題があります。で、一番の問題はこれが非常に高速で、秒速 7.8 キロとかという低軌道におきましては非常に高速ですので、たとえ1センチぐらいの大きさのものでも衛星を壊してしまうと、それから宇宙ステーションも壊してしまうという非常に危険なものです。
でそれを、まあ、最終的には除去しなければいけないんですけども、まあ、一つのルートとしては25年以上軌道上にはないようにすると、これは国際的な取り組みがされておりまして、これはつまり軌道高度が650キロより下に衛星を落としなさいと、これは例えば800キロぐらいの観測衛星を寿命末期には650キロまで落とすという義務がある程度課せられているわけです。ただし罰則はまだない状態ですけど、まあ、こういうルールが取り決められていると。で今回の寝台衛星というのは軌道高度が400キロですから、まあ、軌道寿命というのは約1年ですね。ですから、まあ、こういう問題を一応回避できるということで、まあ、衛星開発と同時にその先がどうなるかということも念頭において、今後宇宙開発というのを進めていかなければいけないということを最後に申し上げて、私のお話を終了させていただきたいと思います。どうもご清聴ありがとうございました。